コン丸は、鉄道省の関府航路の鉄道連絡船。天山丸型の第二線で最後に建造された関府連絡船である。船名は、中国西部のコ論山脈にちなむ。太平洋戦争で最初に犠牲となった鉄道連絡船であり、当時、鉄道連絡船の就航以来最初の大事故であった。関府連絡船には、 混合丸型が1936年から1937年に就航していたが、日本軍や万毛開拓団などを乗せて大混雑に見舞われていた。1940年には1年間の旅客輸送数が200万人を突破し、乗客を積み残す事態に陥っていた。そこで新たに混合丸型とほぼ同一の天山丸型4隻の建造が決定した。設計は、 鉄道商船舶科に所属し、宗谷丸や、金剛丸型の設計で実績があった、檜垣貞夫が言った。公やでは23.454ノットを発揮し、姉妹船の天山丸の記録を塗り替え、戦前に建造された最速の日本の商船となった。天山丸は、金剛丸型から座席を増設して、旅客店員を増やしたが、金剛丸はさらに二等船客を2名増加した。 天山丸と同様に、今度丸も一等、二等食堂の定員を3倍の72名に拡大し、三等食堂を新設した。また、夜行便として設計された、今後丸型に対して、昼夜兼用だった、今度丸には展望室を兼ねた、休憩室が設けられた。戦時中に寄港された、今度丸では、戦時食が濃くなってきたこともあり、天山丸にあった。 壮大室や船橋の丸みが直線的になり、通風塔もキセル型より直線的なメガホン型になった。また、天山丸には全客室の冷暖房完備や3等、エントランスホールの壮漆仕上げ柱、特別室の豪華な設計が施されたが、今度丸では冷暖房設備が全廃され、化粧板や塗装も一部を省略して板が剥き出しの場所もあった。 船体は連絡船標準色には塗られず、海力色の戦時系海色であった。ただし、一等、二等エントランスホールのマントルピースには、中村健一による、コンロン山脈の風景画が飾られた。第一線天山丸が、三菱長崎造船所で1940年11月に、寄港して1942年9月竣工する中、第二線のコンロン丸は、天山丸と、 同じく三菱長崎造船所で第891番船として1942年6月20日に飛行し半年後の12月24日に浸水1943年3月30日に巡航した。なお、戦局の逼迫により第3.4船の建造は中止されたため、今度丸が最後の寒風連絡船となった。 巡航から2週間後の4月12日に運航を開始した、コンロン丸だったが、半年後の10月5日1時15分ごろ、下関から富山に向け航行中、沖の島の東北約10回里付近で、アメリカ海軍の潜水艦、和風の来撃を受けた。和風が放った巨雷は、左舷後方部で荷物室付近に命中し、コンロン丸は左舷に傾斜、約4分後に、 棒立ちとなった後に、船尾から沈没してしまった。今度丸は、陸軍の部隊を乗せて10月4日22時30分に出港する予定だったが、軍用列車が遅延して到着しないため、23時に出港した。そのため、乗客は479名のみで定員に対して少なかったが、深夜で就寝していた乗客が多く、来撃で船内が停電したことも重なり、 六百655名中、死者行方不明者583人に上った。夜が明けてから、天山丸と特寿丸、昇景丸、生き丸による生存者の捜索が行われたが、当時は低気圧の通過で、風速10から20メートルの暴風が吹くなど好転で、沈没から半日近く経過したこともあって、捜索ははかどらず、夕方までに4隻が収容できた生存者は、 乗客479名中28名と乗組員165名中21名乗船していた警察官や警備隊員11名中3名のみだった。今度丸の沈没は鉄道連絡船で最初の戦争の犠牲であった。利用者の多い寒風航路での大惨事に政府も隠蔽できないと判断し、10月7日18時30分、鉄道省は コンロンマル撃沈の事実を発表した。コンロンマルが撃沈されたことによって、寒風航路の夜間航行は不可能になり、10月8日以降、寒風航路は駆逐艦の護衛を伴う昼間航行に限られ、旅客は軍人と公務員、それらに準じる緊急用武者のみ、貨物も手荷物と軍需品、新聞のみに制限された。この事件で海軍は激怒し、 逃走ルートとして予想された津軽海峡と宗谷海峡の対戦警備が強化された。そして和風は混ン丸ン撃沈から一週間を経ない10月11日に宗谷海峡で発見され撃沈された。犠牲者には衆議院大義士の助川啓志郎、加藤大一もいた。戦時中にもかかわらず新聞発表が早かったのはこのためという説もある。ありがとうございます。